この秋始まる架空ドラマが大集結、秋の架空ドラマ番宣スペシャル。まずは、はい、土曜ドラマ B 品コレクター蓮沼慎三郎、ぜひご覧ください。このドラマはですね、B 品コレクターの蓮沼慎三郎がですね、いろいろ B 品から、いろいろ由来する、昔の謎の事件だとか、ありとあらゆる不思議な出来事をですよね、蓮沼慎三郎が、全て解決していくという、ドラマでございます。B 品コレクター蓮沼慎三郎、ぜひご覧ください。続いては、どうも、月曜昼1時スタート、東京コンソメスープ、俺ってこんなになっちゃったの。このドラマはですね、主人公のテルオがですね、田舎から東京に上京するんですね。で、何にもわからない、右も左もわからない中、たまたま出会った方が、その方が高級レストランのシェフの方だったんですね。その方に弟子入りして、このテルオのとんでもない才能が開花して、すごいスケールのでかい話になっていきます。ぜひご覧ください。東京コンソメスープです。続いては、水曜ドラマは吾妻慎之介、よろしくお願いします。吾妻慎之介役の和則です。今回ですね、吾妻慎之介は整備士なんですが、整備ミスを犯してしまうんです。そのミスがミスを呼び事件に発展する。その事件を解決するのが慎之介の兄、辰之介です。辰之介扮する、名探偵がどんな事件を解決するのか、ぜひご覧ください。続いては、月曜夜9時スタートラブコンプライアンス、初回70分スペシャル、ぜひご覧ください。コミック雑誌クレアの大人気連載の、初の実写化ということですか。本当にコンプライアンスをかいくぐって、恋愛をしていく、2人の、上記と、地図の、まあ、大恋愛なんですけども、このコンプライアンスに厳しい時代だからこそ、愛は本当コンプライアンスには負けないという意味での、いろいろな部分を人間模写を描いたドラマです。初回70分スペシャルラブコンプライアンス、ぜひご覧ください。続いては、日曜夜9時スタート恋愛デリケートゾーン、マリナの小さな日記。谷本です。ちょっと今回僕は教師役なんですけども、生徒の本当平凡な生活をしている淳之介、その主人公の淳之介が、学園のマドンナマリナの小さな日記を見つけてしまう、そんなとこから物語は始まります。まさかマリナにあんな秘密があったとは。恋愛デリケートゾーン、ぜひご覧ください。続いては、どうも、木曜ドラマ官民裁判官あんみつ先生役の、最高判事、岸本を演じるニトリです。今回ですね、あんみつ先生はですね、小畑先生の、原作ですね、あんみつ先生から来てるんですが、解決するときにですね、必ずあんみつ姫が甘味を食べるんです。そちらはですね、実際にある店舗の甘味をお取り寄せして、実際現場でパティシエに作ってもらってます。僕なんかもちょっとつまみ食いなんかしたりして、はい、店の情報もドラマの最後に、告知されますんで、ぜひ皆さん一緒に甘味を食べて、あんみつ先生をご覧ください。以上、ニトリでした。続いては、どうも、連続時代劇萌が大田原重光、ぜひご覧ください。このシリーズのですね、長谷川一光先生の、脚本によりまして、またあの話が、復活いたしました。私は、大田原重幸、重光の弟、信頼する弟を演じております。なぜあの重光が殺されるに流れになったのか、なぜ重光があそこまで究極な嫌がらせを受けたのか、一大スペクタルでお送りいたします。初回は、2時間スペシャルということで、萌が大田原重光、ぜひご覧ください。続いては、どうもー、こんにちは、健次郎です。今回僕が、やりますドラマは、ママはヘビーリスナー、木曜ドラマでございます。今回ですね、僕の健次郎役はですね、ちょっと DJ をやらせていただくということになりました。
でその中のですね、ずっと昔から追いかけてきてくれてるファンの方が、すごいファンの方がいるんですけど、実はその方大家族のママなんですよ。で大家族の食事も何も全然作らないで、ずっと僕のラジオを聞いてくれるっていうね、本当にこう迷惑なあのママがいるんですけど、そこで織りなすこう痛快ドタバタコメディをぜひ楽しんでいただきたいと思います。ママはヘビーリスナー、夜8時スタートです。続いては、どうも、開局50周年ドラマスイカ朝8時スタート、スイカ農家の、農園長柴田を演じます岸五郎です。お願いします。今回はですね、スイカ農場を舞台にした、痛快コメディなんですけれども、スイカ泥棒が現れたりですね、スイカが破裂したりとか育たなかったりするドキュメンタリーをちょっと描いたドラマになっております。ぜひ皆さんの、力をですねいただきまして、ご覧ください。スイカぜひご覧ください。失礼します。続いては、はい、どうも、水曜ドラマ10枚目のクイアファイル、主人公のケイスケープを演じます、ケロンです。よろしくお願いします。ですね、この度、私ケロンが10枚目のクリアファイルが、なくなってしまうんですね。ある工場のクリアファイルの工場の中から10枚目のクリアファイルがなくなってしまう。発注を受けているのは10枚、10枚目のラスト1枚が足りない。そこから始まる、クリアファイル、どこに行ったんだと、大騒動でございますね。小説の、実はクリアファイルの真実という部分でのリバイバルということで今回注目されています。ぜひ10枚目のクリアファイルご覧ください。どうもケロンです。ケロンでした。ケロンでした。以上、秋の架空ドラマ番宣スペシャルでした。